はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。スーパー戦隊仮面ライダー、ゲームキャラクターで、再現をする第1回目の撮影です。わーということで、このワールドを使って作っていきます。で、今日やるのはアイテム集めと、倉庫作りをやりますと。これ新年一発目の撮影でございますと。2021年、あんまり動画投稿できませんでした。それに関しては申し訳ございません。多分、その事情をどっかで話したとは思いますが、ここでお話しさせていただきます。自分、今、新しいチャンネルというか、自分のチャンネル以外にですね、持ってます。編集者として持ってます。で、その編集のチャンネルっていう、のが、ベテルの風のチャンネルでございます。一応、リンク概要欄に貼っておくので見てほしいんですが、そこのチャンネルの編集も自分でやっていたため、結局ですね、あとあと編集者が一人増えて、計今、二人でやっているんですが、足りないんですよ、二人じゃ。なので、ここで言う、要は、俺一人で引き張ってるっていう感じなので、本当はそれがいかんざけなんですが、ね、そういうこともあります。去年は撮影とか一部抜かしてたりしたので、ちょっと、今年は、1日から決めてました。毎日投稿します。何があっても毎日投稿します。なので、いろいろ歌ってみたりとか投稿するので、ぜひ見てほしいなーっていうのと、もう一つは、あれします。倉庫作るよって言いましたが、倉庫の土地を、見つけたらそこで使用とします。あ、ちなみに、モッド編なので、それは、言うの忘れてました。ちなみに、これモッド入ってんで、モッド内容に関しては、覚えてたら記載しますが、忘れてたらごめんなっちゃいな。これですかな、ちなみにこれ、動画の撮影したら多分、OK れば自分の Mac の方に送ります。カットどうすか。だいたい結構設置して、目標として立ててるのはスーパー戦隊の建物再現以外にもう一つあります。今村、廃墟した村なんですね、ここ。それを復興するという、ルール的にクリエイティブは使えないんですが、動画で言う、数本に一本は、クリエイティブでやります。そこはご了承ください。ルール的に。村人のツアー、現状今、他の村から連れてくるしかないので、それだけ OK。そのための準備とかしてもいいけど、それ以外なしだよっていうふうに、やっていきます。誰も村いない証拠です。あと、整備してあれするよっていう感じで。まず土地を見つけましょうかね。どうでしょう。
あ、そっか。最悪。今、ここ、図書館は、できる場所なんで、この裏を整備して、倉庫を作りたいと思います。ということで、倉庫の場所決まったので終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。